すごい格好してたよね、マジで。これ普段着なんですよ。普段着、はい、これが普段着、はい、今日映画を見るためだけに外に出てきたんで。マジっすか。本当に普段着。一人で映画でしょ。あ、そうです。そのためにこの格好でしょ。はい。面白すぎるでしょ。日常的にこんな格好してます。ちょっとここら辺でいいかな、じゃあ。あ、はい。え、ちょっと一回。あー、すごいな。このアウターとかはどこで買うんですか。これは何だっけな、絶滅危惧種っていう、なんか広島にある、はい、なんか創作服屋というか、そういう感じのところで、まあ、通販なんですけど、通販で買ったやつですね。あ、絶滅危惧種っていうブランド、ブランド名ですね。このバッグはとかも全部こだわりがあるんですか、なんか。いや、なんか、まあなんだろう、よく聞かれるのが、はい、なんでそんな格好してるのとか、いつからそういう格好してるのとか、はいはい、まあどういうコンセプトなのとかよく言われるんですけど、はいはい、これ特にコンセプトはなくて、なんか自分がいいなって思ったものをこうたくさん組み合わせていって、はい、でなんかいつの間にかこんな感じになってたみたいな感じですね。あ、なるほどね。だからなんかこう目指す対象がいたとかそういうのはあんまりなくて、はい、気づいたらこうなってたって感じです。へえ。これどこで買う、一個一個別々のところなんですか。あ、そうですね、バラバラのところで買ってます。こうなんか高円寺にある未完成っていう雑貨屋とか、はい、これはなんか友達の手作り、手作り、これただの人形なんですけど、これ手作りなの、はい、手作りの人形だったり、こういうのは多分普通にビレ版とかで買えるんじゃないですかね。あ、これはビレ版、いろいろこういうのも結構ビレ版多そうですね。なんかビレ版とか、あとはなんか、まあこの辺だと原宿とか、あとは高円寺とか、はい、大阪の方だと雨村とか、あの辺のなんか適当な雑貨屋とか服屋とかの一角にある雑貨コーナーとかでなんかたくさんいろいろ集めてきてる感じですね。ちょっと手こうやってやってもらっていいですか。目玉とかもこれおしゃれですね、うん、おしゃれっていうかすごい個性的な。うわー、すげえな。で、靴はクロックスなんですね。あ、俺いつもクロックスだ。はクロックスで山登りますよ。あ、クロックス山登ったりするんですか。山登るの好きなんですよ。あ、登山趣味でいらっしゃるんですか。登山、まあ、趣味ってほどでもないですけど、はい、よくなんかたまに行きますね。本格的な登山じゃなくて、ちょっとした山。あ、そうです。ちょっとした感じの。あの、クワガタ探すのが好きで。クワガタ、家にクワガタめっちゃ飼ってるんですよ。え、何歳ですか。今27です。27ね。クワガタは何でお好きなんですか。もう物心ついた頃から好きでしたね。なんかまあ単純に見た目が好きなのかな。何匹ぐらい飼ってるんですか。幼虫含めたら100匹以上いると思います。100匹、はい、俺の部屋が圧迫されてちょっと大変です。一人暮らしですか。いや、家族と、あの、実家暮らしです。今仕事は何ですか。仕事は、基本的には絵を描いて、はい、絵を売って生きてるんですけど、はいはい、あの、一応なんだろう、アルバイトもしつつって感じで、はい、アルバイトの方はピザ屋やってます。あ、ピザ屋さん。この格好で行くわけにはいかないんで全部外した状態なんですけど、あ、ピザ屋やりつつ絵描きつつ、あと最近曲を作り始めて曲も売ったりしてますね。そうなんだ。曲はジャンルは何なんですか。まあ、ダンスミュージック、クラブミュージック的なやつ。 EDM ですか。いや、ドラムンベースとかジャングルとかあの辺ですね。絵はどんな感じの絵なんですか。絵はこんな感じの絵描いてます。ちょっと分かりやすい絵とか、見えますこれ。面白い。これとか、これ実は手書きの絵なんですよ。デジタルじゃなくてアナログで描いてるんです。すげえ。こういう一点物っていうか、そういう絵を描いて展示したり、まあ、依頼受けたりとかそういうことをして売ってきてますね。あ、これを売ってるんですね。これを何、あの、手書きってことはだからなんか筆とか、なんか、まあ、あのペンで普通に描いてます、ね、ペンで描いてるんですか。これはなんかシャッターに描いてるんですね。イラストレーターとはじゃあ違うですね。まあ、イラストレーターと画家の中間みたいな感じ。やってることは画家に近いけど売り出し方はイラストレーターに近いという。なるほどね。どういうところが買ってくれるんですか、こういう絵は。そうですね、単純に家に飾りたいっていう人もいるんですけど、はい、俺さっきちらっと曲作ってるって言ったじゃないですか、はいはい、クラブミュージック、はい、あの、俺が絵を描いて、まあ、元々こういう絵柄だったんですけど、はい、どういう時に人に売れるんだろうって思った時に、まあ、絵描きだから絵を必要としてくれる人と仲良くするべきじゃないですか、はいはいはい、それ考えたら、あ、クラブ、まあ、クラブじゃなくても、まあ、音楽やってる人と関わればジャケとかフライヤーとか
なんか仕事くれんじゃねみたいな感じで結構通ってたらいつの間にか自分も作るようになったって感じですね。なるほど、ね、だからまあやっぱジャケットの依頼とか多いですね。いやあれね CD ねあれねあの絵は映えそうですよね。映えそうですよ。そうですね。ちょっと人生聞いていきたいんですけど遡って人生、はいはい、出身はまずどこなんですか。出身は東京ですね。家庭的にはどんな感じの家庭だったんですか。家庭的にはあの生物系の研究職の人ばっかの家庭で頭いい感じなんですか。じゃあまあ理系の教授っていうわけじゃないか。まあでもなんか研究所とかの人とか、はい、母親は、はい、あの理系ではないんですけど、はい、その手伝いみたいな、秘書的な役割やってて、はいまあ、家族ぐるみでこう結構、まあ、あんまり細かいこと言うと身がバレるぐらいにはちょっとちゃんとしてるあれなんですけど、まあ、あの割とそういう研究職な感じの家庭の子です。なんでちっちゃい頃からあのまあ、お父さんの実家とかが結構山奥にあるんですけど、はい、そのなんだろう家庭的にもかなり自然というかその生物系に強いのにさらにその田舎とかにも遊びに行けるからなんかこう、まあ、だから多分クワガタとか好きになったんでしょうね。あでしょうね、はい、なるほどね。あと絵もやっぱ物心ついた頃からずっと描いてます。あその絵を始めるきっかけは何だったんですか。いやもう気づいたら描いてたんで気づいてら描いてたなんかあの本当にやっぱほらちっちゃい頃例えば幼稚園とかの時とかってなんか幼稚園で描かされたりするじゃないですか、はい、で、まあ、家とかでも、まあ、物心ついたらとりあえずなんか渡されるじゃないですか絵描くやつ誰かしら、うんまあ、なんかどういう経緯か分かんないけど、はい、みんななんかでその絵描くっていう行為をずっと続けてたらいつの間にかこうなってたって感じですね。なるほど。どっかで習ったとかないんですか。あないです。あの美大とかにも通ってないし。いやなんか似たかどうのこうの。あとはそうですねあの画塾とかも通ったことはないですね。てかなんなら学校の授業の美術の授業めちゃくちゃ嫌いだったまであるな。おでもあれめちゃくちゃうまかったですけどあんなうまくなれ独学でなんか勉強したんですか。独学です。いや勉強はしてないです。いや勉強はしてないっていうとちょっとあれなんですけどあの絵の描き方みたいのは調べたことはなくて、はあはあ、教わったこともないんでまあ自然に身についてったやつですね。好きで自分なりにこうガンガン描いていったら数をこなしてたらいつの間にかそうなってた感じですね。高卒大卒どっち。大卒です。大卒で学生時代は小中高とかはなんかどんな感じの学生だったのかな。まあ一言で言うと、まあ、結構サボり癖がある人間で、はい、まあ割と全然勉強とかしなかったんですけど、はいはいまあ、何してたかっていうとやっぱ絵ばっか描いてましたね。あそう授業中とかが一番絵はかどるタイプで中学生の頃とかテスト前とかの期間あるじゃないですか。 あるはい、ああいう期間になると妙に絵がはかどったり、うん、なんかそういう生活してましたね。なるほど。だからある意味大人になって今になってもあんまり現状と変わらない状況って感じですね。まあでも一応大学は生物系のとこ行ってあまあ、勉強もちゃんとやってはいたの。一応その途中まではてか途中までっていうか大学卒業するまでは割と普通に順当に普通の人生的なのを歩んでたけどただ絵描きまくっててはで終わってからあまあフリーでいっかみたいな感じでそのまま流れでみたいな結構なーなーに生きてる感じですね。ああなるほどね。あじゃあ一回も就職はしてないんですか。あしてないです。で、今はバイトを続けてる理由ってというかその大学も絵と関係ないところ行ったのちゃんと理由があって、はい、あの俺あの絵だけ描けばいい生活とかがあんまり想像できないっていうかあの簡単に言うとさっきテスト期間前に絵がはかどるみたいなこと言ったじゃないですか、はい、だからなんか絵と関係ない、まあ、自分がダメにならない程度 あのストレスみたいなのが別の何かやんなきゃいけないことがある状況だとめっちゃ絵がはかどるんですよ。なんで、まあ、要するにやらなきゃいけないこととやりたいことのバランスを調整したいなって思ってて、だからあのバイトは、まあ、お金稼ぎの目的もあるんですけどどっちかっていうと自分のモチベの維持とかのためにもやってる感じですね。23でその大学卒業してスタートはまあその絵描きながらじゃあバイトして27までみたいな感じ。あそうですね。もう本当にそんな感じでいきます。絵だけの収入だとどんぐらいあるんですかぶっちゃけ。いやわかんないですね。自分でちゃんと取ってないっていう。ただあの月ごとに言うと結構上がり下がりが激しくて、うん、あの多い時は月20万ぐらい入ってくるんですけど少ない時はもう本当に、まあ、1万円ぐらいっていう時もあって結構こう波が激しいんですよね。あ今実家でしたっけ。あ実家です。実家なんで適当にやってても生きていけるっていう。そうかそうか。あの絵っていうのはだいたい1枚その
売るとなるといくらぐらい、1枚いくらぐらいですか。あ、それがですね、俺あのそれで結構悩んだことがあって、はい、というのも俺あの絵描きたいから描いてる人間なんですよ、はい、あの簡単に言うとあの絵を完成させたくて描いてるんじゃなくて、絵を描いてる最中が楽しいタイプなんですよ。要はあの無心になって作業するっていう概念が好きだから絵を描いてるんですよ、はいはいはい、でそれで完成品ってなったら別に俺の中ではあんまり興味があるものじゃなくなるんですよ。なんであの値段設定にすごい悩んで、はいはい、いやこれ売ってもなみたいなどうしようねみたいになって、あんまり値段設定設けてなかったんですけど、はい、まあ、やっぱ長いこと、まあ、大学時代ぐらいから結構絵売ったりしてたんで、はい、長いこと売っていくうちに、まあ、大体あのさっき見せた絵ってあの B5 サイズなんですよ、はい、まあ、あまり大きくないちっちゃい B5 サイズなんですけど、大体平均したら2万円ぐらいになるのかなって感じがします。1枚2万、はい、ただあの展示の時はでかい絵とか描くんで、その時はそういうでかい絵とかは5万とか10万とかで売れる時はあります、ね、展示会みたいのに出展もしてるってことですか。あ、そうですね、なんか自分だったり友達と共同で主催してギャラリー借りてそこでなんか展示したりとか、はい、夢とかありますか。夢ですか。夢か、とりあえず俺は生き延びれればいいかなって思ってます。あ、なるほどね。あと自分の好きな絵描ければな。あ、そうですね、まあ、それはまあ今でもやってるんでそこに関してはもうあ、それを続けていきたい。そうですね、死ぬまでこういう感じで続けられればいいかなって思ってますね。ただ人生何があるか分かんないんで、ちょっとそういうところは分かんない。なるほど。生き方自体がかなり不安定なんで、まあそこが安定するような感じになれればできればいいかなってちょっと思ってるところはありますね。わかりました。あとごめんなさい、正社員にならなかった理由は何かあるんでしょうか。あ、そうですね、言ってませんでしたね。あの物理的に時間が足りなくなるかなって思ったからですね。絵描く時間が、はい、あ、なるほどね。調整しづらいっていう、そうですね、自分があの気持ちよく絵を描くためにこういう生き方してるって感じです。まあ、もちろん会社によってはいいところもあるかもしれないし、そんなにこう、まあ、時間取れるというか、その、まあ、気力だったり時間だったりが維持できる会社もあるかもしれないとは思ったんですけど、まあ一人ぐらい変な生き方してもいいやろみたいな適当な考えでちょっとやってます。なるほど。結構生物系の興味というか趣味が結構激しくて、はいはい、夏になると一人だったり友達と一緒だったりして、なんか森の中入ってクワガタ取ったり、はいはいはい、なんかいとこがこう爬虫類とかいろいろ飼ってるんで、うん、それと一緒になんか皮入ってザリガニ取ったりとか、なんかトカゲ捕まえたりとか、なんか変なことしてます。少年みたいですね。そうですね、もう昔からやってることはあんま変わってないです。それを友達もそういうのが好きな人がいるってことですね。まあもともと好きな人もいれば、昔好きだったけど最近行ってなかったけど、まあ俺がやってるの見てちょっと行ってみたいなって思ったみたいな。あ、なるほどね。知り合いでクワガタ飼い始めたとかも結構あったりとかして、あ、面白いみたいな。山を登るっていう理由はなんかその生物が好きで生物とかと触れ合いたいみたいな、まあ、あとはまあ単純に自然とかもその植物だったり川だったりそういうところを見るのが好きというか、あとはまあ単純に 歩いたりその山登ったりするという行為自体も結構好きですね。ああ、そうなんですか。体が動かすというか、なんかスポーツとかは苦手なんですけど、はいはい、なんかそういうなんか物理的なっていうか、なんかこう、まあ、ただひたすら歩くとか、はいはい、山登るとかは好きですね。いや、なるほど。あ、強いて言うなら俺最近変な趣味始めまして、はいはい、あのポケモンご存知ですか。あ、はい、ポケモンどのぐらい知ってます。あの、まあ、やったりしてます。あのガキの時になんか、はい、ゲームボーイアドバンスとか、あ、じゃあルビーサファイアとかエメラルドとか、俺あの当時のポケモンのパチモンのソフビを集めてて、このデオキシスのパチモンのソフビなんですけど、はいはい、これあのヤフオクとかメルカリとかで、まあ、これあのどういうソフビかっていうと、はい、あの当時あのお祭りの屋台とかのなんかあの景品とかで紛れてたポケモンみたいなパチモンのやつを無限に集めてるんですよ。なんでそれ集めてるんですか。いや、単純に俺デオキスっていうポケモンが好きなのはあるんですけど、はい、まあ、どう考えてもこの売れなさそうなこの不気味な造形とこの体型、はい、これがすげえ可愛いなってなって、でこれを無限に集めてて、でさらにこれをいい感じに写真を撮ってツイッターにアップし続けるアカウントを作って、はい、今2週間ぐらいで1000人超えて、今1800人ぐらいかな。そうなの。もうちょっと伸びてほしいなって気持ちあるんですけど。
なんかそういうわけわかんない活動してます。どんな人がそれねフォローしてんだろう。なんかやっぱポケモン好きな人とかなんか。いやまあ単純にやっぱあのツイッターってその謎の概念というか淡々とやってる謎のものとかって結構受けたりするんで。いや別に受け狙いでやってるわけじゃないんですよ。あの理由はちゃんとあって、はいはい、なんであのいい感じの写真を撮ってこれをアップし続けるかっていうと、はい、あのそれが例えばバズったりした時に、はい、あの引用リツイートとかコメントとかであこれ持ってたみたいな人いるかなみたいな。そういう計算があるんだ。でもう仮にそれであのもしよろしければちょっと譲っていただくことできますかみたいな、はいはい、交渉をかけるために作って。なるほどね。まあ一人ぐらい見つかって。そうなんだ。そう、それでなんか送ってもらうっていう予定があるんですけど、その人のなんか大掃除で見つかったら送りますって言ってきて。あ、なるほど。なんかまだ見つかってないみたいですね。結構困ってて、俺これ集めて何なんだろうなって思い始めて。なんか一体一体は確かにその値段つかないようなやつなんですけど、出品元が例えば海外だった時にもうこれまあなんだろう、まあ、いくらか他のソフビとかもセットだったんですけど、あのこいつ一体買うのに5,000円かかった時もあって。あのその関税というかその国際配送料とかで。まあ、そうかと思えばなんか譲っていただくこともあったりとか で1年ぐらい集め始めた、1年ちょい経ったんですけどまだ10体ぐらいしかいないんですよね。っていうすごいなんか謎の趣味がありますね。